新石器革命とは、新石器時代に人類が農耕、牧畜を始めたことと関連して、定住生活を行うようになった一連の変革のことである。農耕、牧畜と定住のどちらが先かについては諸説ある。農耕の開始による観点から、農耕革命、定住生活の開始による観点から、定住革命、食料生産の安定化による観点から、 食料生産革命などとも呼称される。人類が濃厚を開始した理由については、狩猟、採集に頼った慢性的な飢餓状態から脱するためという説や、気候変動によって、狩猟採集生活が不安定となった果てに、国類採集を行うようになったという説、これ以前に人口増加が起き狩猟、採集生活における臨界点を突破したため、 それまで食料と認識されていなかった、国類採取を行うようになったという説など諸説ある。また、定住生活を始めたことにより、必然的に農耕牧畜を始めるに至ったという説もある。農耕を開始した時期についても諸説あるが、新石器革命を提唱した、マルクス主義考古学者のビア・ゴードン・チャイルドによれば、紀元前1万年から紀元前8000年頃に、 シュメールで始まり、これとは、独立して、紀元前9500年から、紀元前7000年頃に、インドやペルーでも始まったとされる。その後、紀元前6000年頃に、エジプト、紀元前5000年頃に、中国、紀元前2700年頃に、メソアメリカでも開始されるに至った。農耕、牧畜の開始により、それまでの狩猟、採集による、 獲得経済から安定した食料の生産を可能と、する生産経済へと移行した。生産性の向上により、人口が急増し、さらなる生産力の向上につながりの行、牧畜社会は拡大していった。一方、定住生活により集団、組織化が起き、やがて定着集落が形成された。また、一箇所に泊まることが可能となったことで、余暇も生まれ、 時間をかけて様々なものを製作できるようになり、石器もより手入れを必要とする魔性石器が主流となっていった。余剰生産、労働力により社会にゆとりが生まれ、公益を行う業商や専門技術を担う職人が出てくるようになった。定住農耕社会は分業を促進させていくとともに階級が生じ、社会構造が複雑化することで文明となり、 やがて国家や市場が誕生するに至っている。ありがとうございます。